で、まあ、ちょっとそれを整理してみますと、宇宙環境の変化というのは、まあ昭和に入って戦後、まあ、団塊世代が働き出したその前後というのは非常に生産労働を目的とした対地空間だったんですけども、その後やはりいろんな機能といいますかが働くにあたって必要になってきたということだと思います。で、まあ、オスというのは単に働く場所じゃなくてもっと多機能な複合空間にどんどん変わってきたさればいいなと。ワークスタイルとしてはまさにアナログからデジタルで、国際化と情報科学技術の進歩によって随分我々は昔と違うということが実感していると思いますけれども、まあ、それに合わせてオフィスも変わってきていると。だからオフィスの空間がだいぶ変わってきているんですね。まあ、昔は限界設計といいますか、まあ、天井高は2400から2600とかですね、まあ、階高を低くして、まあ、スパンもそんなに多く取れませんでしたので、まあ、そういったビルを建てるための、まあ、コストとかいろんな状況を考えながら、まあ、本当にギリギリの設計からオフィスでスタートしてるんですけども、それはまあ単一的な労働空間だから我慢しようということはあったと思うんですけども、今はそういう面では働くということ自体非常に大事な知的生産であるということからすると、もっとオフィスというのは快適性を求めなきゃいけないということで、ここにありますように階高はですね、天井高が 2.6 というのが一般的だったんですけども、それからどんどん高くなって今でも3メートル超えるものになっていますけども、まあ、それによって階高も4メートルになるから4メートル超える階高になっている。オフィスの大きい空間ですけども、まあ、これはやはり今ではワンスパンで6メーター、7メーターだったんですけども、それを超えるですね、10メーターから20メーターに、そういった大きな部分を成長するようなと思います。床荷重もやっぱりかなり多機能にいろんなものを使うということになりますと、荷重の点もかなり多くなると思います。昔のオフィスは350から500キロぐらいのところで、設計したんですけども、まあ、今は1兆を超えるような形のものを出てきました。それからまあ耐震、耐震技術、防災システムといった防災技術のこと、それから省エネルギー、まあ、これは環境問題含めてですね、そういったものを出てきましたことで、まあ、オフィス自体の設計っていうのはかなり多機能なところから視点を作ってですね、設計しなきゃいけないというの形になります。はい、で、それによってワークスタイル、まあ、話題のワークスタイルも随分変わっています。まあ、情報科学技術の進化ということで、まあ、今コミュニケーションはもう世界中、地球上の裏側までですね、瞬時にできますので、まあ、そういった意味では国際的な一応取引をやる会社にとっては24時間オフィスというのが稼働しているという状況が必要になります。情報価値の変化で、まあ、誰でも情報が入ってくるという時代ですね。ですから一般的な情報はもうヒエラルキーがないということです。それから取引形態の形態として、今までまあ中間媒体があってそこを通してやったのが直接組織と個人、個人対個人というような形に、から思考の変化として永続的なものから短期的なもの、あまり最近の企業というのは長期的な展望がなくてですね、短期的に物事を考える、これはまあ、グローバル化といいますか、そういう西洋的な会計システムが、まあ、月単位とかそれから3ヶ月単位とか半年単位とかですね、そういった中で収支決算的なものを常に報告していくようなシステムを取っているので、それに成果を上げていくというようなことが影響しているんだと思いますけれども、どうもあまり長期的なことを考えないで目先のことを考えていくというような形があるんですけれども、そういった思考の変化というのが、まあ、オフィスの環境の中でもあるんじゃないかと。
企業環境の変化として、雇用の変化、これは、日本の収支不良性というよりも最近では短期的な契約で契約社員が多いとか、時間の変化として短期で情報や物価が変化する、それから組織の変化としては一企業というよりも大組織なので環境を協力しながら人が増えてですね、企業の雇用とか分割が重なって組織がどんどん変わっていく。大企業の分社化、アウトソーシング、大企業もやはり子会社をたくさん作って、それから、生産性の悪い部分についてはアウトソーシングにするということですね。だから創出産業、ただ物を作ってるっていうよりも、付加価値の高いものを作っていくと。そういう中で、大事なのはやっぱりフェイスとフェイスではないかということも言われてまして、皇室というのはそういう役割を果たしていく場所でもあるというふうに言われています。はい。で、皇室に求まれる、簡単にまとめますけども、事業者としては、ディベロッパーですけども、良質な皇室を供給する。今までの大切な機能じゃなくて、いろんなことに応えられる機能なビルを作っていくということです。サービスメニューがそのね、多様化したと。それから資産価値を高める経済効率について、これは昔からの企業の技術です。テナントの技術がありますけども、テナントはやっぱりですね、仕事やっていく上で常に短期的にですね、環境が変わってくるということで、常に組織を変更したり、それから、ね、仕事のやり方を変えたりということがありますので、そういったものをテナントは求めているということで、フレキシビリティ、それからローコストが入った、から24時間ということで、下手すると夜中仕事をやってというような形で食事とかですね、衛生面ではシャワールームとか、そういった面でアメニティの部分もおすすめ必要になる。人情報物セキュリティ、これ情報が漏れるということとか、そういうことも含めたですね、そのセキュリティを、だから情報のインフラですね、これはもう完全にそのオフィスですね、一番大切な。それから社会的に環境負荷の低減、地域社会の貢献、良質な都市環境の創造、 LCC の提供ということで、今環境問題を含めて企業は対応しているということで、オフィスもその人に求まっている。